さあレオード皆様スタートしていただいて結構でございます。コロシアムは団体戦なのに偏った。久しぶりにピクコロ高額配当はどういう風に。キャリバーダイエットにドラクエダイエット。はい、オッケー。はい、ツックン軍画像来ておりますが、さあ皆さんスタートオッケーです。高額配当はどういう風に、郵送ですね。100万までのベッドは時間に受け取って、後の方はフレンド申請をしていただいて郵送させていただいてます。郵送の方が早いです。さあこちらツックン、この気配り素晴らしい。さあシルカワに始まったこの素晴らしい気配りは400対400からいいですね。これツックン、こいつちゃんとしたやつですよね。このちゃんとしたやつですね。正直コロシアムのおとぬけの技量はどうなるか。さあツックンからの、まあツックンところはね、これ特別顧問ベスがいますから、ツックン先生のところにベス会長がいますから、ベス会長が、しかもベスパラディンで来てるからな。まああとね、ベスだから有名人がね、他の職業で来てもいいですね。エルブー君が僧侶で来るときはガチ先生にはならないんで。はい、カエナちゃん郵送 OK でございますが、さあこちら時計がくっきり見えてからの、いいですね、このくっきり見える時計最高にいいっすね。さあ1分経過いたしまして、現在エルプー200ポイントパシビスタ150ポイントを抱えてからの、こちらは150ポイントエルプー軍がリード。さあなんとこの4名のうち3名がフィグコロルームでございますが、このね、エルプーパシビスタイグナイト、イグナイトは昨日3軍から2軍に昇格したばかりの、新人でございますので、エルプーやパシフィスタと組んだことはないと思います。そして私はエルプーパシフィスタが組んでるのを見たことがないので、まあ、これは普段ね全く組んだことがない3名ということで、これはフィクゴロルームの盛り上げにエルプーが一役買ってくれているということを見越しまして出場 OK にしましたが、これはエルプーここまでのメンツ集めてもレオード軍の方が人気ですね。さあここは大波乱でツックン逆転あるか。さあしかもこのね、ベス、イブ、ナズナ、この3名はねかなり強いはずですから、これはツックンがしっかりね足を引っ張らずちゃんと貢献していければワンチャンあるメンツだと思いますが、さあやはりこれはエルプーバジュスタイグナイトシュウヤ強いですね。さあエルプーしっかりポイントホールドして、さあこのエルプーはねちゃんとホールドする魔法使いですからね、ちゃんと距離をとって、そしてしっかりと間合いを見てという、さあそこができる全一魔法使いではないかと。さあ昨日のネクサスとエルプーの対決はネクサスに軍配が上がりましたが、さあやはりエルプー、さあここ最近の快進撃を見ましてもアストルティア最強プレイヤーの一人であることは間違いないでしょう。さあ我が師でもありますが、さあ先ほどはレオードエルプー対決で私エルプーと共に勝たせていただきましたが、さあそこはさすがレオード負けず嫌い、今回レオードガチで負けないメンツのためにレオード軍を組んでまいりましたが、さあここは皆様の予想通りエルプーレオードの決勝戦になってしまうのか、はたまた波乱が起こるのか。さあ現在裏中継ではレオード VS コミューがやっておるところだと思いますが、さあここは現在62ポイント残り1分55秒から、さあ差が詰まってまいりましてからのベスがポイントを抱える。さあここはさすがに、さあベスがポイント落とされますね。さあイグナイトしっかりベスを落としてからで戻して500に、さあ102ポイントリードからで残り1分40秒さあ皆様あのベスですよ。さああのベスです。さああのベスがなぜかツックン軍にいるという、さあなぜかツックンがこれは先生に選ばれて、ベスをまず真っ先に選んだというところでございましょうか。さあ今回のトーナメント企画はね固定戦ではございません。かといってシャッフル戦でもございません。さあそのねシャッフル戦でも固定戦でもないこのトーナメントは何かと言いますと、こちらで、トップランカーを私が、まあツックンはトップランカーじゃないですけどね、トッププレイヤーを私がこちらお招きいたしまして、とにかく出たい人、この人たちと組みたい人ということでね、集まってもらってプレイヤーの中から、その方々が選んでいただく、スカウトしていただくというドラフト方式でございます。さあこのドラフトツックンは結構ね戦ってますよ。私も戦ってますよ。バトルマスター一筋ですね。さあツックンから全身全霊しっかり打ちましてからのマヒャレロス。さあここでツックン落とされていきますが、さすがのエルプーズここで落とされ返してからの491。
さあパシフィスタがこちらポイント抱えておりますが、さあここはエルブー軍の僧侶がこれはシュウヤさんですね。ショウジャン軍でも来ておりましたシュウヤ君。さあコロシアム経験者多数の集まりでございますが、今回ツックンがちょっとねハンデとして当たってなくね、ツックンがちょっとハンデとしましてね、さ一番最初に集まった人から3名選べるというところからスタートいたしましたが、さあ残り時間でございますけど、さあ4ポイント、さあわずか4ポイントリードからでメラガイア打ってナズナ落とされてどうなりますこれ。あれこれがエルプーパシフィスタしっかり取ってからのナイス。さあこちらが勝利がエルプー軍ですが、最後ちょっとヒヤリとする場面もありましたね。さあエルプーがガイアで落としてから落とされ返して、その後パシフィスタがしっかり回収していくというところでね、コロシアムはワンミスで本当負け、最後の3秒のワン判断ミスで負けることもありますのでね、絶対はございませんね。さあよろしいでしょうか皆様。さあまずはエルプー軍が勝利ということで、さあエルプー軍の相手はどこになりますでしょうか。さあエルプー軍が 2.5 倍、そして、どちらですか。これはコミューが勝ってもレオードが勝っても放送はあると思いますが、さあレオード来てますね、レオード来てますけど、レオードが間もなく決着ですね。さあレオード間もなく決着は、レオード勝ってますね、レオード341抱えてる。さあレオード片手で341抱えて、これは優に勝利。さあさすが順当ですね、またまたレオードエルプー、こいつら最近強いですね。もう関係ありませんね、固定とか固定じゃないとか関係ないですね。レオード 1.91 倍、またこの組み合わせかと。さあ皆様倒しに来てください。さあこちら、さあ私の師匠両名本気でゴールド稼ぎ来てますね。さあこちらもう皆さんもね、固定がどうとか言えないでしょう、こんだけ集まった方で組んでね、もう言えないでしょう。ここはさすがの両軍。さあ相手はエルプ VS レオード、再び三度四度の今日戦いでございます。これはどっちだ、レオードのが人気ですね。まあ、ここねさっきスーメロさんのところがね、ゆうたくん、うちの一軍ゆうたくんね、ガチ、もうこれもトッププレイヤーですけどね、ゆうたくんね、個人戦でトップ10に入るような、スーパープレイヤー、これはさすがにバランスが悪いんじゃないかなと思って、ゆうたくんにはちょっとアウトしてもらいましたが、ゆうたくんね、次は来てもいいですよ。さあ、というところで、さあ、エルプーエントリーした、さあ、エルプー VS レオード、ね、こいつら今楽しくてしょうがないでしょうね。さあこんなキッズをね、私もこのキッズ両名を師匠に迎えてというところで現在企画をやらせていただいてますがね、まあ彼らに教えてもらいだしてから、私もよりコロシアムが楽しいからね、よりフィグコロ放送がより面白いですね。さあというところでね、事務所の大仕事をもう放送ラインで終わって、こうやってゆっくり放送する時間が取れるようになってまいりましたが、さあこちら来ましたね、センバトン。まあさあ行きますか。さあこれはレオードというところで、皆様久々にレオードの曲で流させていいですか。レオードの曲でいきましょうか。さあレオード軍 VS エルプー。さあ私はね、間違いなくこのエルプーレオードはその人気、その花、その実力、そして何よりそのフィグコロを支えてきた、スタープレイヤーとしての歴史、ここまでを考慮して私はこの2名に師匠になっていただこうかなと、お話を持ちかけたところ2人とも快諾していただきましてね、そしてまだ1日でございますけど、みっちり稽古をつけていただいて、非常にいいやつらだなと、非常にいいメンバーだなと、このメンツで来たるべき、私のね、この逃げてはいけない一戦を挑ませていただこうかなと思ってます。まだ誰とやるとはちょっと言えませんがね、ある男と一戦コロシアムをやろうと、
その男が放送から離れて、そしてまたドラクエ界ネット界に、ネット界でまた注目をしてほしいと戻ってきた時には、私はまた力を貸せる立場であるなら、ドラクエで、彼を迎え撃とうかなと思っておりますが、それはいつになることか分かりません。それはいつの日か分かりませんが、その時のために私も、負けないようにやっていこうと思っております。さあ400対400、さあもちろんね、そことはね裏の打ち合わせができる関係ではないのでね、彼がね、いつ来てもいいように私も現在準備を始めておりますが、時間がかかればかかるほど私は強くなってしまうのでね、そう遠くない未来であることを祈りつつ、リアルをしっかり頑張ってほしいなと思っております。さあ400対400、さあしかしね、皆さん、私もわかるのは、彼はネットは捨てないでしょう、ね、ネットを捨てないため、ネットを離れないため、放送ドラクエを離れないために、プライドを捨てフィクサーの元を訪れ、そして今リアル必死でやっているのだと私はそう感じております。さあ450対350ポイントさあというところで、こちらがね、まあヒントはブログに書いてありますけど、これ以上は私もね、あんまり長々語ると語るに落ちるので、これ以上は言えませんが、さあ皆様、あいつとあいつ VS 俺とレオードが組んだらどんなに面白いかなと思いまして、私はまず真っ先にレオードを使うといたしましたが、さあほんとね、まあ企画が通るかどうかは分かりませんが、まずは私はレオードエルプ、この私とこのドラクエ1の老害、フィクサーと、そしてドラクエ1のキッズの天才、レオードエルプーと、ここがうまく噛み合えればよりフィグコロは盛り上がるんじゃないかなと私は覚悟を決めてね、レオードフィクサーエルプーと、この三角形で私は弟子入りをするという、選択をしたわけでございますが、おかげさまでフィグコロはおかげでヒルズに移ってきてもね、この二人のおかげでだいぶいい流れを作らせていただきました。このできたいい流れのもとね、また新しい方々がコロシアムに来てほしいと思いまして、このフィグコロ放送力を入れてまたやっていこうと、さあ決意をして、昨日12時間、そして今日もね、仕事片付けて早めに帰ってきて、このように放送を続けておりますが、コロシアムが盛り上がるうちは私は頑張らせていただきますね、仕事も頑張らなければいけませんけど、このコロシアムが盛り上がることこそが、放送、いい放送につながりね、放送を応援していただけることにつながるということで、私は頑張らせていただきたいと、散々事務所にも説明をし説得をしておりますが、昔より厳しくなってまいりました。以前チャンネルを撮った時よりも、正直事務所の風当たりは現在厳しいところでございますが、それに、負けず認めていただけるようね、放送もリアルもしっかりと、真剣にやっていきたいと思っております。さあそのためにこのエルプレオード、まず彼らが最強として、まずドラクエフィグコロ放送、ここをまず成功させたい。ここが成功した後に、チャンネル放送全体を成功させたい。そしてそのチャンネル放送が成功した後にリアルの企画も成功させたい。さあそうでなければ私はね、リアルからネットに入ってきて、この生主を5年間やってきた、4年半やってきた、その積み上げにはなりませんので、さあ最近はね、かなり KSK を頼ってしまうこともありますけど、まあこの5年の歴史のもと、私と KSK の関係もね、最初はわー言われましたけど、今私と KSK の関係をどうこう言う人も誰もいなくなりました。さあまずはこのレオードエルプ、この2人が作ってくれた、ヒルズコロシアムの流れを非常に大事にしたい。さあどっちが勝っても、和菓子として誇りでありますし、どっちが負けても、和菓子としてレベルアップするでしょう。さあ440からの360、さあレオード316、パシフィスタ276、さあレオード軍、さあ先ほどエルプーに敗れてしまったレオード、 MP が10しかありませんけど、これは大丈夫か。さあここでスペルガード入って、エルプーから入って、さあエルプーをしっかり押して、さあエルプーとの戦いを誰よりも見てきている、さあエルプーとの戦ってきた、エルプーと誰よりも戦ってきた一人、このレオード。さあ、マサヒロがチャンピオンに君臨しておりますが、マサヒロ亡きアストルティアの今、さあ、レオードにかなり今トッププレイヤーとしてのチャンスが来て、さあ、ここはレオード勝利はお見事。さあ、これはやりますね。
さあレオード連敗はしない。お見事ですね。